VTuber に手を出すことは一生なさそうな安心感ってありましたけど、うん、まあ女性 VTuber に手を出さないだけであって、なんかやっぱいろんなプライボーイっていうのは聞くんで、なるほど、まあ顔面とかは大胆ですかね、多分ね。あー確かに。どれを選んだのか言っていただいてもいいですか。俺の母親を大胆ですね。わかりました。俺のって誰かもしれないですね。なんかちょっと匿名だったんでわかりませんけど、ちょっとわかりませんけれどもね、はい、正解でーす。なんで正解だよこれが。ですね、この中から幽谷ロベルを決めます、はい、あ、いいですね。おこの中で幽谷ロベルになれるのは一人だけです。それ以外の方はもう偽ロベルですから。偽ロベルなんだ、はい、お手本となる幽谷ロベルさんっていう方は、あの偶像でしかいない感じなんですかね。幽谷ロベルはいるんですけれども、あ、いるんだ、いるんだ、どれが本物か分かんなくなっちゃったんですよ私。あ、分かんなくなっちゃったんだ、はい、紛れちゃったのか。幽谷ロベルさんというのはお酒がね非常にお好きだと。ああ、はいはい、そうだ、この人だと、あのデビデビロベルさん。いや、この人じゃっけ、うん、ここ呼べるっけ、うん、声カシャカシャみたいな。あ、確かにそうだったかもね。そうだったか、うん、今日デビデビロベルさんちょっと声の調子が悪くて声がカスカスなんですよ、うん、カスカスなんですよ、うん、赤いじゃあ、うん、私の要素を持ってるよ。そうだ、最強だよね。酒焼けでカスカスになっちゃったんでしょ。そうね、もうどれだけ酒のことを愛してるかっていうのが伝わってきますね。大事なポイントになるから。うん、確かに雑談できなそう、このロベル。雑談できなそうだよ。勘違いは恥ずかしいドボンクイズです。視聴者さんから集めた幽谷ロベルさんのすごいと思うところ一覧でございます。私がもう適当にもこれでいいかみたいな感じで考えた偽物が3つ混じっております。本当の視聴者さんの意見を当ててください。何が起きるんだろう、どんなのが来るんだろうな。あのやばいのがもう上の方にすごい。じゃあデビデビロベルさんいきますかね。まあこれも最初から分かってて、女性 VTuber に手を出すことは一生なさそうなの。そうね、まあね、正直出してもみたいなところ出しても点々点々食いついてくれないっていう。出しても汗汗みたいな感じのあれ。出してもまあまあちょっとやっちゃいましたって言えば大丈夫かなと思ってるけど、まあ出さない。これでこれですかね。安心感みたいなのがあるかね。なんかね、わからんけどね。正解でーす。わー、素晴らしいですね。すごい、素晴らしいね。まあ、なんか僕のことですから、ね。理解してるわ、ちゃんと。そうですよ。幽谷ロベルのロベルさんは、そうっすね。すごいやりづらいんですけど。まあ、こんなだったら、まあ、朝10時の枠なのに夜の10時かと思うなよ。平気でやるですかね。朝に良くないこととかも喋っちゃったりするんで、なんかそこら辺がやっぱ。それそれでいいの。そういう、それでいいの、そんななんか守りに入ったやつでいいの。一周目はちょっと。それロベルかな、そんな動きしてるかな、ロベル。なんか偽物っぽいな。まあ結構やっぱ、まあ女性 VTuber に手を出すことは一生なさそうな安心感ってありましたけど、うん、ああまあ女性 VTuber に手を出さないだけであって、なんかやっぱいろんなプライボーイっていうのは聞くんで、なるほど。まあ母親とかは大胆ですかね、多分ね。あー、確かに。どれを選んだのか言っていただいてもいいですか。俺の母親を大胆ですね。わかりました。俺のって誰かもしれないですね。なんかちょっと匿名だったんでわかりませんけど。ちょっとわかりませんけれどもね、はい。正解でーす。なんで正解ねこれが。何をいいとこやと思ってるのか。まあ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 事実なんだよね、これ事実なんだ。あのちょっと1個だけど正解なんだ。正解なんだ。緑のロベルさんいきましょうか。うん、いや、そうですね、いろいろありますけど、うん、一番下の段の右かなとは。初期は苦労したってわけじゃないんですけどね。なるほどね。別に己から進んでセミの声出したりとか口花火やってただけなんで。それはほんまにそう。そんな中
で順風満帆じゃなかったみたいな言われ方するとちょっとあれですけど、全逆にね、こんな変なことをやってね、ついてきてくれるリスナーさんにありがとうって思いながら、いつも変なことをやってますかね。わかるよ。なんでメプルはこんな。ブブー、残念、ハネルでしたファンじゃないの。ハネルでした。そんな切ないことある。え、このファンじゃないの。え、あの、はな、え、あの、え、あ、これハネルのじゃがりこ食べながら考えてた。あー、そう。残念でした。リアルだな。こんなリスナーはいないの。いないリスナーはいません。あー、ゆうここロベルのロベルさん。あー、なるほどね。はい、ちょっとあの傷が深くてちょっとなんか涙が止まらんのですけど、なんやろな、この涙、不思議な涙やな。そっか、じゃあこの中だと俺でもいいんだけどね、もうね。本当にお願い、さまざまな VTuber さんからの人望が熱いよね。熱いよね。オッケー、熱いやんな。一番信じてるビルさん。それです。それでいきますかね。熱いんです。本当に。はい。こちらはファンの方からのご意見なのかどうか。うん。大丈夫やんな、これはな。ちょっとやめてよ。適当に考えたやつですね、こちら跳ねれば。そう。なんでええやろ、みたいなね。え、あ、そっか。尺の都合もありますね。じゃあ、それぞれ皆さん一個ずつ選んでいただきましょう、ここから。あ、じゃあ私髪の毛オレンジされますか。僕は新能力で。じゃあ僕はホロスターズのくせにももちゃんのとこ。じゃあ、ロベルさんどうしますか。これ、え、あれじゃなかったら嘘だよね。え、スパチャのお礼に気持ちこもってますよね、僕は。大丈夫ですね。不安になってるじゃん。じゃあ、レイシーさん、ちょっと余った声で。ドボンのやつだけ言いますね。この中で、ドボンなのは。うん、それが一番いいよ。スパチャのお礼に気持ちがこもってる。なんか慢心しすぎだよね。ちょっと自分のスパチャの例とかがいいと思ってんのかな。うん、そう、ね、ロベルさんは VTuber さんからの人望熱くないし、スパチャの例全然気持ちこもってなかったし、なんかもうちょっと頑張った方がいいよって。まあまあまあ、ハネルがもしかしたら真相心理で思ってること書いちゃった。あーし、ハネルさんのね。そういうこと、ハネルさんのね。うん、夕刻ロベルで脳活クイズ。夕刻ロベルさんに関係の深いワード、絶対夕刻ロベルさんなら知っているというワードが一部伏せ字になった状態で出てきます。伏せ字を埋めてそのワードをささっとお答えください。これはホロスターズでしょ。まあまあまあ、そうだわな。 YouTube やんな。 YouTube がないわ。ロベルのロベルさん、うん、これはうんちやね。正解です。あー、確定。あ、おいしい。美味しいですね。ウイスキーですね。おー、天才なの。ロベルのロベルさん。こっちだね。ロベル、あのロベルさん、バーで出すの？ボロンで出すものじゃないんですよ、これ。バーで出さへんけ、これ。あ、これ、オネショタですね。これ、オネショタや。そうだ、これ。そば、そば。あ、これ、そばね。ロベルのロベルさん。ロベルさんのバーはどういう。ごめんなさい、ごめんなさい。まさか、一口ロベル的。はい、うん、これそうだね。多分、一口はね。営業中でしょ。営業中。ロベルのロベルさん。これアニマルが全員で開いたってことですね、これね。あー、正解です。アニマルが全員で開いたってだからね、これね。というわけで、全問終わりまして、ハサミのロベルさんだけちょっと2個間違えましたから。僕も正解でしたっけ？はい、全部開けますよ。あ、そうでしたか。いい素材がね、もらいました。ありがとうございました。人狼ロベルは誰だクイズ。この中にね、偽物の人狼ロベルがおります。え、人狼をあぶり出すために視聴者さんから募集した質問を順番に投げかけていきますので、答えられたら5ポイント、答えに詰まったやつが人狼だ。かぐらみやのロビレさん、最近ハマっていることは何ですか。あ、なんか自分が経営してるバーで最近あの提供し始めたものがあるので、本当に1日1回2回出せる、うん、やっぱ1回いいかなって時にしか出せないんですけど、まあそれは最近自分の中ではこう元気になれるんでハマってますね。ハマ
お前が元気になるんだ。なんか出たりするわけ。あ、結構そうだね。あ、出るんだ。出る、出る。殺さざぞ。はい、じゃあ、殺さざぞ。ロベルのロベルさん、先月の給料はいくらでしたか？先月の給料はですね、会社確認で。あ、いや、そうです。これ怪しくないですか、なんか。これはちょっと時間切れで、うん、時間切れ、時間切れ。本物のロベルさんは、お前の愛の分だけとか言ってくれんのかなと思って、うん、そう、そうね、うん、うん、うん、なんか考えてるの、うん、ロベルのロベルさん、いろんな方とコラボされていらっしゃいますが、今までコラボされてきた中でやりにくいなと思った方はいらっしゃいますか？言える範囲でお願いします。これも両リスナーさんからのね、あのアンケートに純粋なね、気になるんだろうな、はい、書いてあげたいね、全部視聴者からの質問には。なんかロベルのロベルさん結構なんか濁しがちだからさ、ちょっとブブー、時間切れでーす。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。今この場ってこと言いたいんじゃないですか。今だということでね。なんだと。H さんですかね。もしかしたら H さんかもしれませんね。これ全部実際来ていた質問。息整えてください。ロベルのロベルさん、来ているメンバーの中で誰を恋人にしたいですか。またその答えの理由もお願いします。遅刻かよ。来ているメンバーの中で誰を恋人にしたいですか、うん、またその答えの理由もお願いします、うん、あれ、これは時間制限とかないんですか、うん、これは、うん、あーロベルさん、あー、あー、そうやって質問を読み上げることで時間を稼ぐと、あ、また時間切れになっちゃってないですか。でもなんかこの間 LINE で次いつ会おうかって私来たけど、そんなわけあるかって言われて、リーク者を当てろ、大炎上、文春砲クイズ。おお。週刊文春編集部編集長稲葉ハネルのもとに、幽谷ロベルさんのプライベートに関するリークが、やばい。何これ。怖い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 。リーク者が誰かを皆さん当ててください。飯食いに行くときは大体肉食べてる。勘弁、勘弁いきます。福さん。しのぶさん。ブブー。だから、違うか。申し訳ない。あ、でもご飯行く人だよね。はい。はい、かぐらみやさん。あ、私あなるほどね。え、じゃあ。ハリウシンさん。僕じゃあ。僕かなって思ったの。違いますね。あ、違うな。はい、カサカサ悪魔さん。あ、じゃあ、僕。行ったよね、肉。うん、しかも全員覚えてくれたし、うん、あ、ちょ、え、じゃあ幽谷ロベルさん、俺俺なんやるかい。ここ当てろよ。影山支援ですか。違います。荒神王が。違います。アルラランディス。アルランディスさん違います。あ、違うんだ。花咲みやびくんですか。違います。花でイズルさん。違います。アシュティルリダーさん。違います。リッカくんとかぐらいしか出てなくない。正解です。おなんでわかんないんだよ。すぐ触ってくる。アラガミオーガか。正解です。あ、この前ダンスレッスンの時めっちゃ可愛い柄のパンツ履いてました。これアルランディスですかね。正解でーす。パンケーキを2人で食べに行った時、ロベさんの胃がそこまで強くないことを知らず、その後餃子の店に連れて行き、次の日腹を下させた。はい、影山支援。正解でーす。よしよしよし。ロベルのデビュー前、かっこ2年前に2人で飲みに行ったことがあるのですが、デビューが近づいてきたことへの緊張や不安、反面とてもワクワクしているという思いを聞いたり、私のホロスターズへの思いを話したりして3時間ぐらい飲んでました。ロベルがトイレに行った回数は途中から文章がめちゃくちゃうまい。あの、はいはいはい、大道忍です。うちのマネージャーです。はい、それでは最後の問題です、うん、こちら、ロベルさんお誕生日おめでとう、幽谷ロベル誕生日記念2021グッズ発売中、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。まあ全部このための企画やったしね。そうですね、お誕生日お祝いするっていうみんなでね。おい、みんなが、俺人望なくてもいいよ、お前らがいれば。ロベル、人望なくてもいいよ、お前らがいてくれたら。そうだ、僕たちがロベルだ。そうだよ。あ、
の得点はね、夕刻ロベルさんが1位ということで、はい、真の夕刻ロベル王は夕刻ロベルに決定いたしました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもね、ロベルさん、はい、やっぱりなんかこんだけ皆さんでね、ロベルさんの座を取り合ったわけですから、うん、もういわばね、戦友ですから、うん、ここはやっぱりね、あの全員ロベルで全員いいっていうのもね、いいんじゃないですかね。まあ全員、まあ夕刻ロベルでしょう、今回はね。そうですね、夕刻ロベルは全員ということで決まりました。おめでとうございます。あのただ感情がジェットコースターなんですけど、あ、今ちょっと本当に今初めての感情です。今分かんなくなってます。みんなに愛されてるってことですよ、ルベルさん。そうですね、愛されてるってことですね。